飲酒の機会や交通量が増える年末年始に合わせた交通安全運動が今日から始まりました。年末年始の交通安全運動では子どもと高齢者の交通事故防止、飲酒・妨害・暴走運転の根絶、自転車などの安全利用の促進、歩行者の保護の4つの重点項目が掲げられています。県内では昨日までに906件の交通事故が発生し、20人が死亡しています。件数は57件増加していて、新型コロナの5類移行に伴う交通量の増加が背景にあると考えられています。運動の期間中は取り締まりを強化したり、交通安全イベントを実施したりして、飲酒の機会や交通量が増える傾向にある年末年始に交通事故を1件でも減らすために活動します。年末に向けてですね、気ぜわしい時期になりますので、特にドライバーの皆さんにはですね、スピードをちょっと落としていただいて、ゆとりのある運転を心がけてもらいたいと思ってます。歩行者の方にあってはですね、道路を横断するときはしっかりの右左確認していただいて、道路を横断していただくとともにですね、反射材などをですね、利用していただいて、事故防止につなげていただけたらなと思ってます。